生前マラドーナはたびたびメッシを批判するかのような言動があった。少し性格が弱い、今回は成長できるいい機会、バルサに自分は行くと言わなくちゃ、メッシにはリーダーにふさわしいパーソナリティがない、メッシは自分自身のためだけにプレーすることがある、まるでチームメートの存在を忘れているかのようだ。さらにメジャートーナメントの決勝に3年間で3度も敗れる悲劇を経験し昇進したメッシが大会直後に代表引退を発表した時には、メッシは批判から逃れたがアルゼンチン国民は苦しんでいる、きっと彼の代表引退は演じられたもので我々が3度の決勝で敗れたことを忘れさせようとしているんだとまで言われた。その度メッシはどのような反応をしたのだろうか。マラドーナの言うことはいつも僕がより成長していくためのアドバイスとして聞いているよ。大先輩に敬意を表し無駄な騒ぎを起こさず自分の成長につなげる。メッシからは学ぶことばかりだ。